まずやりたいことがあったら、決して諦めないこと。諦めなければ、えー、道は開けるということがアドバイスです。また、えー、たくさんの経験をして、たくさんのお友達を作って、えー、いろんなチャンスを、えー、自分のものにしていくことが、えー、とっても大事なことだと思います。